こそようこそ。てめえのような英雄気取りの小僧は必ず一人で乗り込んできやがる。なんか掟きてでもあんのか、なんかあんのか。掟きては破るためにあらる。よく持ちこたえた。雑魚は俺たちが引き受ける。さあ、あなたは自分のなすべきことをなさい。待たせたな、神武。父さん！防月剣をよこせ。三番剣、しばらくぶりに揃い踏みだ！驚いたか？死神は万古を押さえた後、中央麒麟門の霊廟で眠っていたんだぜ。万古を復活させようとする奴が現れねえようにな。しかしまさか、中央麒麟門の門主様自身がそれをするとはな。おっと、死神白虎が眠り飽きたんで、遊んでほしいとさ。来い。おっ、来た、須崎翔。はい、はい、はあ、
邪魔だ。おっ、貴公須崎だ。何度も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 俺様を邪魔するてめえは一体何者だ。天は真を期し法をなす。地は義を期し術をなす。人は体を期し道をなす。三義一体三本拳。三番剣だと？あいつら失敗しやがったのか。どうしてそこまで三番剣を狙う。三番剣はな、万光すら倒してしまいかねねえ天下無双の最強剣だ。だから聖魔の奴らは剣譜を焼いたのよ。その力欲しくねえ人間がいるか。いる。桜花の武芸者はあなたのような人間ばかりじゃない。結構俺様が独り占めだな。来い。かかってきな。はっ、はい、うわっ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 、はい、うわっ、さすが三番剣、奥義はいただく。あら、変だな、体が。さすが三番剣、奥義はいただく。